おはようございます。今日も4時50分に起きて朝シャワー、そして、瞑想10分間と、あとは英単語ですね。英単語も20分やりました。はい、まあ継続は力ないっていうやつですね。ちょっとずつちょっとずつ積み上げ。なんか昨日面白かったんですけど、もう英語が話したくてしょうがなくて、だから昨日ケバブ買いに行ったんですけど、そのケバブの親父に全部英語で、わかんない言葉は LINE の翻訳使ってそれに英語にしてやってみたりとか、そんな形ですぐ使おうっていう感じなんで僕は。い、まあそんな形で今日も行ってきます。人生をですね、深くするためには教養を身につけることが大事です。まあ、何事もそうなんですけど、自分が興味があることだったりとか、自分が好きなことっていうのもなんか表面的ではなくて、なぜそうなったのかっていうその歴史を深掘ったりとか、それの本質にたどることで、よりその好きなことだったりとか知識がに対して深みが増すので、ぜひこう教養もっと大きく言うと、なんで人間は生き延びてこれたのか。例えば僕たちなんかホモ サピエンスって言われてたりとかするんですけど、まあ、そういった部分でなぜそうなったのかっていうところの深みを知ることが大事です。ではは、い、今日も1週間の振り返りですね。こう自分がこう1週間思考出した、なんだろうな、こう思ってることとか、これからどうしていきたいのかっていうことを、もう毎日まあ紙に10枚ぐらい書いてるので、それを振り返ってみるっていう形ですね。っていうところなので、今週は5日から始めて、で来週はどんな1週間にしたいっていう風に書いてあるんですけど、まあ英会話を1日1回はやるとか、タイに行くまでの準備をするとか、ルーティンを崩さないこと、本を2冊読む、結論と理由をアウトプットするっていうところの、まあ、答えをやりたいっていうことをやってましたっていうところですね。そうね、社長なんであんまり社長って言いたくないですけど、まあ、社長なので、やっぱ会社を潰すっていうことが一番やっちゃいけないんですよね。会社運営で、会社をやってて一番やっちゃいけないことを会社を潰すことなんですよね。じゃあ会社を潰すってどういうことかっていうと、まあ資金がなくなって会社の運営ができなくなることが一番の問題なんですよね。なのでこう、まあ売り上げが足んなかったら、もちろん資金調達、どっかからお金を持ってきてやんなくちゃいけない。そうだから僕は実務とかそういう形ではないんですよね。もう会社をどれだけ運用していくかがまあ大事なんで、大変なんですよ会社をやるっていう。じゃあ2日目、もう12月6日ですね、火曜日か。本多動力を読んだんですよね。もう多動力読みました。この多動力をもう最近なんかホリエモンがすごく好きで、なんかこう自分の好きなことだけを全力でやってるっていう考え、うん、ここで気づいた感想、自分にしかできないことをやって完璧主義をやめて完了をする、
意識するっていう形ですね。多動力っていうのは肩書き、まあ、経営者 ×YouTube とかコーチングとか、まあ、自分のこう唯一無二を作っていきなさいみたいな、もうとにかくやりたいと思ったら行動する、でクオリティを走りながら つけていくみたいな。であとはこうスティーブ・ジョブズも言ってたんですけど、ハマって飽きてを繰り返すことでこう点と点がつながっていうことが最終的になる。なので今やってることがこれ本当に将来つながるのかなって思うことを、まあ自分がまずは嫌なことじゃなくて、これ面白そうだなと思って好奇心でそのまま自分の感情に従ってやってみる、やりまくってみる、ハマる。でそれをなんか違ったなと思ったらすぐやめてでもいいし、で違うことをやっていく、考えていること、俺にしかできないことをやっていきたい、うん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 、自分ができることは現状の問題、うんうん、そうね、どんな人になりたいか、海外で活躍するとか、多くの人にきっかけを与える人間、人から憧れる人間、やりたいことをやりまくる人間、いろいろな経験をしまくりたい、グローバルで活躍できる人間、まあみたいな、そんなことを言っておりますわ。そう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 、こうホリエモンも言ってたんですけど、やっぱ気になったことはなぜを使って、まあ、歴史を掘り下げるとか本質にたどり着けて物事の理解を深めていくことが大事なので、教養を持つことって大切なんですよね。自分の興味があることとか自分の好きなことっていうのは表面的じゃなくて、なぜそうなってるのかみたいな形、例えばまあ僕たち人間がなぜ生きてるのかとか、なぜ生き残ってるのかみたいな、まあ、それはまあ共有する力があったりとか、あとはその変化を常にし続けてきたから、恐れず変化を恐れずにこう変化をし続けてきたから、これって今でも言えるわけですよね。この時代の流れにこの変化を恐れずずっと変化をし続けることで、も自分の考えとかっていうのをどんどん共有していくことっていうことなんですよね。もう自分にしかできないことをやりまくりたい、うん、もうホリエモンみたいになるためにはって書いてありますね、うん、読んだ感想、自分にしかできないこと、そしてワクワクすることに全力で楽しんでやりたいと思ったことを全部やるっていうふうに言ってますね。なるほど、恥をかく勇気を持つこと、未知の発見をする、不安要素がないときは新しい発見もない、まさにこうそうですね、うん、やっぱ不安要素があるからいろいろ考えたりとかして行動していくことで変わっていくし、そうこれからまあ僕はタイに行ったり、もう不安の要素しかないんですよね、言語も違うし、うん、でもそれでね新たなこう発見とか考えが生まれてくるので、おはようございます。今日も最高の一日に、今日も5時50分に、あ、4時50分に起きてですね、まあ、瞑想10分間、あとは英単語のちょっとなんかね、英単語っていうか、まあ、英語の勉強したんですけど、あんまり良くなかったかな。はい、でタイに行くまでにですね、あと残り日数は51日となりました。この寒い日本ともお別れっていうところです。また今日も日本を楽しんでいきます。それではこれからマック行きます。あ、持ってないです。お釣りはいかがですか？あ、いらないです。